それでは、言語処理学会第24回年次大会参加報告ということで、福島が発表させていただきます。まず報告内容についてですが、気になった研究についてと、まあ、年次大会全体の感想を発表します。まず気になった研究についてですが、以下の3つで、まあ、上から順にこれから発表していきます。でまず、NP1 の NP2 の、まあ、意味情報のアノテーションということで、まあ、この研究では、まあ、日本語の拡張子ののっていうのは、まあ、いろんな意味があってて、まあ、発表者 その例を使いますけども、まあ、作家の夏目先生の最初の本っていうのを、まあ、書き直してみると、まあ、作家である夏目先生が最初に書いた本というように、まあ、書き直せるということで、まあ、のについても、まあ、拡張子ののはいろんな意味を持つっていうことが、まあ、分かります。で、まあ、これについて、NPCMJ コーパスというものを使っから出てくる、まあ、そういう拡張子の脳が入っている、まあ、ものを取り出して、そこで、専門家2人と、まあ、非専門家3人でアノテートを行ったということです。これで専門家2人と、まあ、非専門家3人で別々に分けたというのは、まあ、非専門家がやった時に、まあ、専門家と比較して、まあ、どんな風に、アノテーションが違うかっていうのを比較したいからということで、まあ、分けたそうです。で、そのアノテーションの結果、まあ、判定が一致しない事例がいくつか存在して、まあ、例として、まあ、フォアとフォアっていうんですが、フォア名詞とフォア名詞っていうのがあって、ちょっと言葉で説明しにくいんですけども、あなたは何々ですかっていうのを質問して、例えば、それで聞き返すようなら、なんか、非法、不法はってことで、ちょっと例としては、作家と作者っていう、まあ、名詞があって、あなたは作者ですかっていうのだと、何の作者ですかってなっちゃいますけど、あなたは作家ですかっていうと、イエスノーでもう答えられるんで、まあ、そういう意味で、法はって、法は名詞っていう、まあ、そういうのがあるんですけども、まあ、でこれが、まあ、専門家と非専門家でやっぱり難しい名詞判断が難しい名詞がいくつか存在したということです。飽和と、まあ、全体部分については、まあ、所有物かどうかとかで誰々の汗とかそういうのはどうなるのかっていう感じで、まあ、判断が難しいということです。他にも、まあ、いろいろありましたけども、まあ、まあ、全体的にできたら、まあ、公開するというような感じでした。で、次に、ワード時に語の使用の偏りを捉える使用の提案とその応用ということで、この研究では語の使用頻度ではなく偏りの観点から、まあ、語を見て、それで、語の標準性を定義する試みを行うという研究でした。で、この偏りを表す指標としてジニ係数というものを使用したんですけども、これはなんか経済的 なんか、まあ、用語ではケースもので、ゼロだとなんかあの財が均等に行き渡っているで、1に近いとなんか財が1人にあれ偏っているっていうか集まっているっていうような、まあ、そういう係数なんですけども、この係数を導入して、まあ、ツイッターで、まあ、1情報付きツイートを使って、まあ、人と時間と場所について、まあ、情報を集めて、そこの偏り位置を求めて、まあ、そこから語の平易化や、まあ、標準性について、まあ、応用していけるんじゃないかということで、語の平易化では確か英語のツイートを使って、標準性では日本語の、まあ、ツイートを使って、まあ、実験を行ったんですけども、まあ、どちらも、ある程度の効果を示せるっていう結論に至ったようです。で、3つ目の知識工学者のためのウィキペディアカテゴリー構造の再整理の構想ということで、ウィキペディアのカテゴリー情報があまり利用されてないということで、この原因として、まあ、カテゴリー階層構造に問題があるためということで、まあ、著者の例を、まあ、使わせてもらいますけれども、例えば、まあ、大阪の企業で日本ハム、まあ、東日本ハムファイターズ、大谷翔
翔平っていう風に行くんですけども、この大谷翔平からカテゴリーを辿っていく際に、まあ、まだ日本ハムファイターズなら分かるんですけども、まあ、大阪の企業とかに行っちゃうと果たしてそれ関係あるのっていうことで、まあ、どこまでカテゴリーを辿っていいか分かんないっていう問題があって、まあ、それをまあ何とかして、カテゴリーを再構築し再整理して、まあ、利用しやすいようにしようじゃないかという研究で、まあ、その全てのカテゴリーをセットトピックって言いますけど、セットは、確か、企業だったかな、大阪の企業でいうと企業の方で、トピックが大阪の方で、まあ、そういうふうに分類して、セットとトピックとセットアンドトピックに分類して、まあ、再構築を行うというもので、年次大会時点では、まあ、まだ作成中、半自動で、まあ、作成中ということで、まあ、終わったら公開する予定だっていう話を聞きました。で、次に、年次大会全体の感想ということで、まあ、いろいろ研究があって、例えば、幼児の言語、語彙獲得のに対しての研究とか、容認性判断って言って、この表現は、まあ、自然ですかとか不自然ですかっていうのを、まあ、一般の人から聞いてそれ判断させるというようないろんな研究があって、まあ、今まで自分が読んできた本の中にはないような研究があって、まあ、興味深かったっていうのがあって、まあ、次は、他大学の人や企業の人に、まあ、いろいろ話を聞いてみて、まあ、研究の進め方だとかいろんな話を、まあ、聞けたので、まあ、良かったかなっていうのがあります。で最後に、いろいろ研究とか発表を見てて思ったんですけども、なんか発表してても質問発表して質問の時間に、なんか質問されてもなんか答えられずに、他の人からなんか答えてもらうっていうようなそういう人が何人かいたので、まあ、そういう風にはならないように、まあ、自分できちんと芯を持った、まあ、研究していきたいなっていうのが思いました。これで発表終わります。